クロアチアチ指揮官、銅メダル獲得に貢献した37歳モドリッチを絶賛。まるで25歳のようなプレーだった。FIFA、ワールドカップ、カタール大会3位決定戦。クロアチア、2位1。モロッコ、2022年12月17日。ハリファ国際競技場。サッカーの FIFA ワールドカップ。ワールドカップ、カタール大会は17日。日本時間18日未明。 2、3位決定戦が行われ、クロアチアがモロッコに、2、1で勝利し、98年フランス大会以来2度目の銅メダルを獲得、今大会が最後のワールドカップと噂される師匠の MF か、モドリッチ、37、レアル、マドリードは、14年ブラジル大会から17試合連続の先発出場を飾り、勝利に貢献した。 クロアチア代表のダリッチ監督は試合後、チームと国を誇りに思う。私たちにとって銅メダルは金メダルようなものです。とてもタフなトーナメントを戦い抜くことができました。また、モロッコ代表にも祝福を送りたい。彼らは素晴らしいプレーをして大会を盛り上げてくれました。この快進撃はとても誇れることですし、私たちにとっても刺激になりました。皆さんはクロアチアが再び大きなことを成し遂げるとは予想されていなかったかもしれませんが。 私たちは小さな国ですすが大きなな夢を持っていますなのでみんなにおめでとうと言いたいです。とコメント今大会が「最後のワールドカップ」かもしれない師匠の MF モドリッチについては彼は我々のキャプテンであり我々の大きなシンボルであり今大会でも素晴らしいプレーを見せてくれました37歳なのにまるで25歳のようなプレーをしてましたよ彼の言葉には我々の誰もが耳を傾ける。 彼が24年の欧州選手権に出場するかって、もちろん、そう願っているよう、と三時の言葉を送った。